はようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしの小美優です。前回ね、ペパーミントのお話をさせていただきました。で、ペパーミントにはですね、過敏性腸症候群ね、イリテーブルバウエルシンドローム、通称 IBS と略すんですね。この過敏性腸症候群の消化器系の問題をですね、抑える薬があるよというお話をさせていただきました。で、この記事どこに載っていたのかというと、厚生労働省が作っている、統合医療に関わる情報発信と推進事業というですね、エビデンスベースドジャパニーズインテグレーティブメディシンというeGEMというサイトなんですけれども、この中の、海外の情報という、ページの中のペパーミントオイルというページなんですよね。あくまで主にアメリカの医療制度に準じて記載されているというふうに書かれています。で、日本に当てはまらない内容が含まれている場合があることをご承知くださいと前置きがあった上で書かれているんですけれども、割と短絡的にですね、見ちゃうかもしれないけれども、そっか、ペパーミントにはこういう効果作用があるんだなというのを見ていくと結構面白いんですよね。割と有名で、かつアロマセラピーじゃなくても普段から香料としてね、いろんな歯磨き粉とか、お菓子とかですね、そういったものに使われているペパーミントの香りなんですが、ようやくのね、研究で明らかになったことっていう項目のところに、その過敏性腸症候群に関することも書かれてはいるんですが、もう一つね、ちょっとなんかこれはなんだって思ったものをご紹介したいなと思います。もうそろそろね、日本アロマ環境協会のアロマテラピー検定が実施されるんじゃないかなと思います。私の、知人もですね、11月に試験があるからそれに向けて勉強するんだというふうに、おっしゃっていました。で、そのアロマテラピー検定でも見ていくと、ペパーミントオイルっていうのは割とこのスタンダードな精油なので、テキストの中にね載っていて、勉強する範囲には入っているんですけれども、で、このペパーミントオイルの作用について学んでいく時に、ペパーミントオイルの局所への塗布っていうのが割とこう局所麻酔作用と書かれていて、で、ペパーミントって麻酔になるんやって私めっちゃ思ったんですよね、昔。でもだからといってですね、何かその傷ができた時、外傷ですよね、いわゆる擦り傷とか、そういう傷ができた時にペパーミント塗ろうとはね、あんまり思わないんですよね。だってその局所麻酔って書かれているのもあるんですけれども、でもその前にペパーミントオイルってやっぱメントールがですね、ものすごく含まれているので、皮膚刺激があるよっていう精油の中にも含まれているんですよね。その皮膚刺激があるよって書かれている精油をですね、傷口に塗るんかと思って、いやちょっと怖いな、これはちょっとやりたいとはあんま思わんって思ってたんですよね。なんですが、このeGEMのペパーミントのページを見てね、研究で明らかになったことの中に、読み上げますね。授乳中の女性がペパーミントオイルを含有するゲル、水剤またはクリームを乳頭部に局所塗布した場合、乳頭部の痛みやひび割れ（乳頭亀裂）に対して有用である可能性があります。乳幼児ではペパーミントオイルに含まれるメントールが呼吸に悪影響を及ぼす可能性があるため、吸入や顔への塗布を行うべきではありません。したがってペパーミントオイルは授乳後にのみ使用し、次の授乳の前に拭き取る必要がありますって書かれてあったんですよね。これね、これどう思われますか。一応なんかインスタのアンケートのスタンプで聞いてみたんですけれども、授乳中に乳頭がですねかじられてね、怪我をした場合に
乳頭にこのペパーミントオイルを塗るのはありかなしかって言ったら、まあ全員なしって言って帰ってきたんですよね。なんか授乳をしたことがある方で、割とその長い期間授乳をしていた方は分かってくださるかなと思うんですけれども、まあ、生まれたての赤ちゃんはね、歯がないんで歯茎で一生懸命吸ってくるんですよね。まあ、でもだからといってね、向こうも生存本能かかってますから、吸えないと死ぬから必死で吸ってくるから、割と結構力強い。まあ、新生児ぐらいだとね、まだなんかどっちも赤ちゃんも吸うの下手だし、お母さんもあげるの下手だから、なんかてんやわんやしながらおっぱいをあげることになるんですけれども、まあ、これがですね結構大きくなってきて、歯がねチラッと生え始めてきた時のあの恐ろしさ、思い出しただけで割と寒気がするぐらい嫌だなって思うんですけれども、今まで赤ちゃんの方はね、まさか自分の口の中にそんな硬いものがあるとは思ってないから、まあ今まで通り思いっきりこうガーッと吸ってくるんですよ、力強くね。でもその柔らかい歯茎、まさかお母さんのこと気づけると思ってない歯茎の中から、まあ石みたいに硬いものが生えてきてるわけですよね。それでもって思いっきり噛んじゃってるから、本当にびっくりするぐらい切れてかじられ血が出てっていう状態になります。で、その悩みってやっぱりこう皆さん通ってきているので、先人の知恵というのがですね、まあ、ネット上では飛び交っているんですね。まあ、お母さん同士の交流の掲示板みたいなのを読むと、羊の油のクリームがいいよと書かれているんです。まあ、その赤ちゃんがやっぱりそのどうしても吸ってしまう、飲んでしまう、食べてしまう、そういう可能性がある場合は絶対に安全性が高いものを使いたいなって思いますよね。で、その卵子脳だったかな、商品名が羊の油のなんかこう軟膏みたいなやつをねちょいちょいって塗って、傷口をですね保護するんですけれども、塗ったとてさすぐ治るわけじゃないし、その今のなんていうんですか、こう湿潤型のバンドエイド、あんな感じでこう傷をピタッと覆ってくれるわけでもないしさ、だってそれあれを貼りたいですけど貼ったらダメなんですよね。赤ちゃんがそのもしバンドエイドを飲み込んでしまったらすっごい大変なことになるんで、お母さんたちはですね自らのかじられて血がダバッとね出ちゃうような傷がついているものをですね、おっぱいを差し出さないといけないんですよね。これ恐怖心がすごい、恐怖心がすごい。で、しかも授乳をするときに、まあ、その羊の油だったら拭わなくていいよって書いてありますけれども、もちろんなんか他の薬を使ってしまっている場合はそれをですねちゃんと洗ったり拭ったりしないといけない。でもその洗ったり拭ったりすると余計にですね乾燥してしまうんですよね、皮膚が。そうすると傷が悪化してしまうとかね、もちろんその拭うなんていうのは刺激になるからまた痛いわけです。いや、思い出しただけでも恐ろしいなって思うのに、ここにさらにペパーミントを塗るんかいみたいなね。しかもペパーミントオイルってケトン体入ってるから、言ったらその危ない精油のうちの一つでもあるんですよね。で、さっきちょろっと言いましたけれども、まあ、乳幼児が顔に塗ったり吸い込んだりすると呼吸に悪影響を及ぼす可能性があるって書いてますよね。それ以外にも頭痛が出たり吐き気がしたりっていうね、結構取りすぎるとダメな精油で、まあ、口から入れるまんでもないよねっていうようなものを、まあ、授乳前に塗っちゃって、でそれでね拭ったとて精油って拭ったぐらいで取れないっていうのは、一回皮膚につけちゃって痛い思いをした方々はね分かると思うんですけれども、精油入りのものって拭ったぐらいで取れないんですよね。親油性ですしね。で、こう肌表面につるっと残ってるようなものでもないので、
それをですね、洗ったり拭ったりしてからまた差し出すっていうのもなんかちょっと現実的じゃないなって感じたんですよね。まあ、でもこれあくまでアメリカの事例なんで、日本でね、なんかおっぱいかじられてしまって血出ちゃった時はペパーミント塗ればいいとかは全然聞かなかったですから、でもなんでこれアメリカ人チャレンジしたんだろうなってちょっと思っちゃいますよね。まあ確かにね、その局所麻酔作用があるよっていうのは聞いたことはありますね。まあ、麻酔作用をこう目標としてね、ペパーミントを使うことっていうのはほぼないですけれども、まあ、こういうね、あの事例が割とその厚生労働省のイージムっていうね、まあ、省庁が発信しているホームページの中にもまあ書かれているんだけれども、あの海外の情報だから、ああそうすればいいんだと思って実施するのはどうかなってちょっと思ったなというお話でした。皆さんどうですかね、なんかこれ聞いてこれやったことがあるよっていう方がいらっしゃったらぜひ教えてもらいたいですね。はい、というわけで、まあ、今回はねこのペパーミントの話だったんですけれども、まあ、和精油の方だとペパーミントよりも、ハッカの精油になりますね。でもペパーミントとハッカが同じものなのかというと、ここはやっぱりちょっと成分が少し違っていて、まあ、メーカーさんであるとか、あとはハッカも産地がいろいろあってですね、まあ、有名なのは北見、北海道の北見のハッカなんですけれども、最近では奥三河の方にあるハッカであったり、倉敷のハッカであったり、いろんなところでハッカをですね育てて、でそこからですね蒸留された精油を販売していらっしゃるところもあります。で意外とこのハッカの精油なんですけれども、私が扱っているゆいかさんですね、岐阜のゆいかさんの中に黒文字ハッカブレンドというのがありまして、で黒文字ハッカブレンドだと、なんか黒文字が優しい香りなのに、そこにハッカがこうピキーンとね、こうスーッとするような刺激が入ってくるのかなと思いきや、ハッカはですねシソ科の植物なので、シソ科の残りがってなんとなくわかりますか？ラベンダーとラベンダーウォーターの違いみたいなね、どちらかというとあのウォーターに近いような、あれってなんかこうちょっとすごい甘く落ち着いたような香りも強くするぞっていうような感覚になります。ここがなんか面白いところですよね。黒文字ハッカブレンドは全体的にその香りを嗅ぐと、ちょっと落ち着いたような感じがします。すごく意外ですけれどもね、なのですごく使いやすいですね。あのものすごいこうカーンとミントとか、ああいうこうスースーした感じですねがするかと思いきや、そうではない。だからまあマスクにつけててもですね、そんなにしんどくないですね。ほんのりちょっと爽やかなね、スーッとした香りが混ざっているので、とてもいい、なんだろうな、アクセントになっていますね。ぜひ皆さんもですね、まあ、ペパーミントも使い勝手がいい精油ですので、まあ、いろいろ使っていただきたいんですけれども、ペパーミントの代わりにハッカー使ってみようかなっていうような感じでですね、まあ、海外精油と和精油とうまく組み合わせていく。で、その和精油だったら、まあ、こういう精油が代わりになるなっていうふうに考えていただくと、割とですね、ブレンドもしやすいんじゃないかなと思います。はい、まあ、こういう風になんていうのかな、つら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 喋るタイプの、まあ、本当ラジオのリアルタイムで喋ってんじゃないのっていうようなラジオのこういう収録と、あとはちょっと YouTube の動画用にですね、一応なんかこう組み立てて、いらんところはこう省いて、余計なことはあまり言わないようにするような、回とちょっと分けていこうかなという風に思います。で普段私このラジオ、スタンド FM をメインとして喋ってるんですけれども、こう喋ったものっていうのはですね、あの文章を書き起こして、まずブログにしますと。ブログにして、
で、そのブログからちょっとまとめたものをインスタの中の人のアカウントの方に、まとめて載せたりとかしてるんですけれども、なかなかですね、全部こうまとめていく作業っていうのだけがめちゃくちゃ遅れてって、喋れば喋るほどどんどん喋るんですけれども、まとめる作業がね全然追いつかないなと思って、でインスタの中の人の投稿遅くなってたり、あとブログアップするの遅くなってたりで、 YouTube に至ってはですね、まあ、そこに動画つけていかないといけないんで、その編集に時間がかかったりということで遅くなってるんですけどね、情報発信するにあたってピラピラピラと喋るのであれば、こうやってなんだろうな、普通のラジオ放送みたいな感じで喋っていくのが一番早いかもしれないですね、うん、皆様におかれましてはですね、流し聞きで聞いていただくんだったら、こっちのラジオをずっと、スタンド FM と、あとはですね、Amazon Music Podcast とか、あと Google Podcast もあるのかな、まだ、あと Spotify の Podcast であったり、あとなんだ、アップルポッドキャストとか、スタンド FM で発信してるやつって、各プラットフォームのポッドキャストで全部聞けるようになってるんですよ。だからそっちでね、チャンネルフォローしていただくと、お知らせがいくので、更新されましたよみたいな感じでね、まとめてこうずっと聞いていただけるのかなと思います。で、音声だけなんですけれども、この YouTube ポッドキャストでもね、ずっとまとめて配信されています。タイトル画面からはね、動画にはならない、その静止画に音声がついてるっていう感じなんですけれども、普段から YouTube お使いの方でね、スタンド FM のアプリとか持ってないっていう方はですね、YouTube の中のこの YouTube ポッドキャストをフォローしていただくことで、毎回エピソードが、発信されたら、公開されたらお知らせが届くというような感じになっていますね。なんか和製のある暮らしの、動画チャンネルのですね、登録をしていただいてね、フォローしていただいて、であとお知らせ通知とかしていただいている方々ですね、本当にありがたいなと思ってるんですけれども、なかなかね動画を発信することができなくて申し訳ありません。完全に人手不足でございますね。なのでこの音声だけバーッとね耳で聞いていただくと、それだけで結構ね、なんか普段あんま目にすることがないアロマの情報とか、こういう生活とね思いっきり結びつけて、自分の体験とかもね交えて喋っていくことができますので、楽しんで聞いていただけたらいいなと思います。次回のこの音声の収録でですね、トピック何にしようかなって思ったんですけど、なんかツイッターでですね、相互フォローしている方に教えていただいた、その方がつぶやいているのを見たんですけれども、ロバート・ティスランドさんが、開講しているアロマテリーというレッスンですよね、オンラインの。あのレッスンのうちの、まあ、なんか一つとして、コンテンツの一つとしてかな、公開されている記事がありまして、でその中にね、希釈をする意味ですよね。精油を希釈をする意味について詳しく書いていただいているものがあります。でその中にはね、とあるちょっとメーカーさんの、思いっきりメーカー名と商品名まで出て、なんか名指しになっちゃうんですけれども、でもそれでもそれで健康被害が結構出ているというね問題を、まあ、正面から受け止めて、でそれに対して、まあ、どういう、なぜ精油は希釈しないといけないのかっていうのをですね、分かりやすくまとめてくれているものがあったので、次回それについてねちょっとおしゃべりしようかなと思っています。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。なんかですね、またこの音声配信についても、その疑問点とか、私もこんな風なことしたことあるみたいなね、その体験談とか、いろんなコメントをいただけると大変嬉しいです。でこういうことについてもっと知りたいんだけどっていうね、リクエストもあれば、どんどんスタイフだとレターを送っていただいて、 YouTube の方だとコメントとか入れていただいてね、はい、どんどんリクエストしてください。気軽にね、割と私はその
こんなことあってんみたいなことを普通に喋れると思います、まあ、先生とかにもちょっとなんか聞きにくいっていうことがあったりするじゃないですか、アロマスクールでも、まあ、そういう場合にどうしたらいいんですかっていうこともね聞いていただければいいかなと思います。はい、いつもですねご視聴ありがとうございますね。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしの小宮でした。ではでは。